大ネットワーク委員会京都修学院動員の永江武雅さんです。今回次世代ネットワーク交流会では、私は小学生未満、幼稚園児とか保育園児ですね、その子たちも入門させて、みんなで、いろいろ課題はありますけど、門下生を増やして門診の増加につなげたらなと思ってそれを提案しております。ぜひ、課題もありますが、様々なメリットもあると思うので、皆さんとディスカッションできればと思います。よろしくお願いします。